4列目花畑生育の様子です。クロッカスは花が終わり、葉がもりもりしてきました。これはムスカリで、バレリーフィネスという品種類です。水色になります。草咲き水仙です。これも草咲きの白色水仙、遅咲きです。あ、ちょっとだけほころんできたのあります。この辺からチューリップです。ここはピンクの遅咲きのチューリップになります。花はまだまだです。ここはあんまり肥料焼けしなかったところですね。これもピンクのチューリップの予定です。このチューリップは咲いてきました。赤っぽく見えますが、咲き進むとピンク色に変わると思います。ここは密集に生えるムスカリゾーンです。小さい球根も植えてます。こうすることで年々ムスカリ増えていきます。米粒ぐらいの球根も植えました。